どうも、たかしです。今日は王将さんに来ております。そこでね、なんとここのね、王将で私の動画を見てくれているリスナーさんから餃子5人前ご馳走になりました。ありがとうございます。初めてのことで驚きましたが、ありがたくいただきました。爆弾くんと、バクダン君どうですか、美味しいですか。美味しいです。いやー、よかったよかった
腹いっぱいですか？全然食わない。いやいや、全然食べへんでしょ。ということで、餃子の王将寝屋川店さんで限界食いしてきました。腹爆弾さん、どうでしたか？お腹いっぱいですお腹いっぱいですね。もういつも通りの食いすぎで、ね、今日はね、この王将でね、僕の動画を見てくれているリスナーさんがね、たまたまいてはってね、高橋さん見てますよと、いつも見てますと、頑張ってくださいというね、お言葉いただきました。それでね、餃子5人前ご馳走になりました。ありがとうございます。ね、今日は限界食いしましたけど、焼き飯、麻婆豆腐、酢豚、八宝菜、肉と卵入りつけ、鶏の唐揚げ、それであと餃子5人前をね、ご夫婦で来られておりましたね、ご馳走になりました。その5人前を加えてね、その餃子5人前はね、ご馳走になりましたんで、これだけ食べてね、3,250円、安いです。餃子の王将さん、安いです、ね、僕たち一般庶民の味方、関西のソウルフード、餃子の王将、ありがとう。
嬉しいです、助かります、ね、あと餃子5人前、ご馳走してくれたご夫婦ありがとうございます。またね、見てください動画ね、また頑張ってやりたいと思います。ということでね、今日は餃子の王将さんで、限界食いしました、ね、見ていただいてありがとうございます。ということで今日はこの辺にしたいと思います。それでは。